こんにちは、まなぶです。今回はウェブ制作で稼げない人の特徴を解説するというテーマでお話をしていきます。で、簡単にもこの自己紹介すると、もともとフリーランスエンジニアをやっていました。で、フリーランスエンジニア自体主に PHP っていう言語を使っていたんですけど、その時に年収で言うと1800万ぐらいを稼ぐことができました。まあ、なので今回お話しする内容も、まあ、基本的にほとんどその僕の実体験に基づいた話っていうのをしていくので、まあ、ある程度信頼性も高いんじゃないかなと思っています。で、今回の動画は2本立てになっていて、動画の前半ではまあウェブ制作で稼げない人の特徴ですねっていうのを解説して、で、動画の後半ではじゃあどうやったら稼げるのかみたいな具体的な方法っていうところまで踏み込んでいこうと思います。で、今回の動画を見ることによってプログラミングを学んで、じゃあそのあたりどんな感じで稼いでいくのかみたいな具体的な稼ぐイメージですね、そこまでをイメージできるようにお話していくので、まあ、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。というわけで早速本題に入っていきます。で、ウェブ制作で稼げない人の特徴ですね。で、特徴、まあ、稼げない人どんな感じの特徴を持ってるかっていうと、基本的にはウェブ制作のその作ることっていうのが自分の強みだと思ってる方ですね。で、もしかしたらここまで聞いてって思うかもしれないんですけど、まあ、これまあ、プログラミングとかやってる方だったら、まあ、大体わかるんですけど、例えばウェブサイトを作れるみたいな、こういったスキルって、まあ、確かにすごいっちゃすごいんですけど、まあ、ただ、サイトを作れる人って世の中にもめちゃくちゃいっぱいいるんですよね。だから、ウェブ制作で稼ごうってなった時に、私の強みは、ウェブサイトを作れることですみたいな、まあ、こういった感じで、まあ、営業するとか、自分の強みを打ち出していくみたいな、こういったやり方だと、まあ、結局その、競合が世の中に多すぎるので、あんまり稼げないみたいな、こういった状況に陥ります。じゃあ具体的な例を出していくと、これ見てる方多分知ってる方多いと思うんですけど、クラウドソーシングっていうサイトがあって、で、これ何かっていうと、有名なのがランサーズとか、クラウドワークスとかですね。で、このあたりは、こうそういったサイトがあって、そこに仕事を発注したいっていう人と仕事できますよっていうエンジニアですね、そういう人はマッチングしていて、で、例えばじゃあこういうサイトを作ってくださいっていう案件に対してエンジニアの人が私作れますみたいな、そういった感じで提案して、こうマッチングすると、そこで仕事がこう流れていくようなサイトですね。で、ぶっちゃけ言ってしまうと、クラウドソーシング系とかだと、まあ、正直も価格破壊みたいなかなり起こっていて、で、基本的な相場感としては、ウェブサイト一つ作るってなったら、まあ、企業と企業がこう発注する感じだったら1サイトで少なくとも20万30万ってかかるんですよね。でも一方でそれをクラウドソーシングに発注すると、まあ、大体安い人だと本当に2、3万とか、まあ、それぐらいで作る人も結構います。まあ、なんで言ってしまえば、そのクラウドソーシングでもちゃんとそこで案件を取っていけば、まあ、月20万30万ぐらい、これぐらいっていうのは全然稼げるんですけど、まあ、ただ結構こうガリガリコードを書いて頑張って働いた上での2、30万なんですよね。だから、まあ、最初本当に完全初心者が第一歩踏み出す際に、ここの2、30万を目指すのは全然良くて、過去の僕もそんな感じだったんですけど、まあ、ただここで満足しちゃうと、やっぱりその、まあ、もうちょい欲しいっちゃ欲しいじゃないですか。まあ、なのでこういったその限界っていうのを突破していくには、クラウドソーシングを抜けるというか、まあ、やめていくことが大切になります。まあ、なので話ちょっと戻していくと、ウェブ制作で稼げない人の特徴ですね。まあ、どんな感じの特徴を持ってるかっていうと、自分の強みはサイトを作れることですみたいな、こういう考え方をしている人ですね。で、それでここまで話を聞いて、まあ、確かに話分かったけど、じゃあどうやったら稼げるんだよみたいな、そういう風に考える方多いですよね。なのでここから動画の後半に移っていくんですけど、まあ、具体的な稼ぎ方ですね、ウェブ制作を使いつつの稼ぎ方っていうのを解説していきます。で、ここから内容としては、ウェブ制作を使って月30万とか月50万とか、まあ、もしくは月100万とかですね、これぐらいの収入っていうのを目指したい方向けの話になっていきます。で、じゃあどうやってやっていくかっていうと、もうこれ結論から言うと、付加価値をつけることです。これがめちゃくちゃ大切です。じゃあ例えばなんですけど、ちょっと想像してほしいんですけど、まあ、あるエンジニアみたいな人が近くに近づいてきて、それでなんかいきなりウェブサイト作りませんかみたいな、そういう風に聞かれたら、まあ、大半の人はいや別にいらないですみたいな、そういう風に答えるじゃないですか。でも一方でまた別のエンジニアみたいな人が近づいてきて、ウェブサイト使って売り上げ上げませんかみたいな、こういう風に聞いてきたら、まあ、もし商売やってる人だったら、あ、ちょっと興味あるみたいな、こういう風になりますよね。で、これが要するに付加価値の付け方っていうところで、その今最初に説明した一人目の方っていうのは、ウェブサイト作りませんかっていう、まあ、この質問の時点で、私の強みはウェブサイトを作ることですみたいな、まあ、こういうアプローチの仕方なんですよね。で、一方で2番目の人、ウェブサイトを使って売り上げ上げませんかみたいな、こういうアプローチする人は、ウェブサイトを作ることっていうのはあくまでツールとして、その先の
の目的としてはサイトから売り上げを上げることみたいな、ここに、ゴール設定をしている人のアプローチ方法ですね。でこれ言うまでもなく、その2番目に紹介した人の方が売り上げはこう伸びていくと思います。でじゃあ具体的にどうやるんだよって話なんですけど、これ僕の例で解説をすると、僕は過去にウェブ制作 ×SEO ですね、これで販売をしていました。でじゃあどんな感じに売るかっていうと、まあぶっちゃけ言ってしまうとほぼウェブ制作をするだけと変わらないんですけど、まあ、僕の売り方としてはウェブサイト作りますよみたいな。でさらに SEO で内部対策っていうのがあるんですけど、まあこういうこういう内容で内部対策もやりますよみたいなっていう感じで、さらにまあ、この先のあの話はクライアント次第なんですけど、まあその後にウェブサイトを運用していきたいんだったら、そしたらそのコンテンツっていうのを作っていかないといけないので、そこも僕の方で支援できますよみたいな、まあこういう感じ感じでアプローチをすると、ウェブサイトを使って売り上げを伸ばしたい企業さん、まあこれぶっちゃけほとんどの企業そうだと思うんですよね。なんでサイト作るかって言ったら、まあ知名度上げたいとか売り上げ伸ばしたいとか、まあ基本ほぼここに集約するじゃないですか。だからここに対してこうアプローチしてあげると、ウェブ制作しませんかじゃ案件は取れないんですけど、ウェブ制作でまあ知名度上げませんかとか、ウェブ制作で売り上げ上げませんかみたいな、こういうアプローチするとまあ仕事取れるみたいな、まあこういったお話です。まあただここまで聞いて、まあ確かに分かったけど、自分は別にその SEO とかあんま詳しくないし、まあ確かにそういう方法あるかもしれないけど、それできたのお前だけでしょみたいな、そういう風に言われるかもしれないんですけど、まあここも簡単な解決策があって、でそれ何かっていうと、もうシンプルにその SEO 分かる人と組んじゃうことですね。で例えばなんですけど、これ見てる方って多分ウェブ制作をパーって作れたりするじゃないですか。作れるか、もしくはまあ今勉強中みたいな。で勉強中だったらもう一旦鬼のように勉強して一回作れる状態にしちゃってください。でしちゃった後に何するかっていうと、 SEO とかできる人を探すんですよね。探してで自分はそのサイトを作れて、それで営業とかもできるから、じゃあ SEO の部分任せることできませんかみたいな、こういう感じでパートナーを探す。でこういうことをすると、まあ2人のそのチームみたいな感じになって、それでまあいろんな場所営業かければ仕事を取れるっていう、まあこういった感じです。でさらに言うと、ここまで聞いて、まあ確かにそれできるかもしれないけど、SEO のコンサルティングとか SEO で売るみたいな、それって実際どうやってやるのみたいな、そういうふうに思うじゃないですか。でこれぶっちゃけ過去の僕もそうだったんですけど、 SEO コンサルって何すんのみたいな、具体的になんかサイトの売り上げ上げるみたいな、どうやってやるのみたいな。もちろんその僕も昔は完全初心者だったんで、そんなのわからないんですよ。わからないんですけど、じゃあどうやって勉強したかっていうと、世の中に SEO の会社っていっぱいあるじゃないですか。 SEO のマーケティング会社とか、あとウェブのマーケティング系の会社とかですね、こういった場所に会いに行くというか、僕の場合は資料請求してたんですけど、いろんな会社に一回ちょっと自分がその経営者のふりして、今ちょっとサイト運営で悩んでますみたいな、なんか SEO のなんか対策御社でできるんですかみたいな、教えてくださいみたいな、こういう感じでメールすると、そこの営業マンの人から連絡が来て、でそれでこういう感じで内部対策とか SEO やりますよみたいな、そういう情報を無料で仕入れることができるんですよ。でこういうやり方はもしかしたら賛否両論あるかもしれないんですけど、まあ僕の場合ぶっちゃけガンガンやっちゃってましたね。ガンガンやっていて、でそこで無料でノウハウを集めて、みんなこういった感じで SEO 会社儲けてんだみたいな、それで分かるじゃないですか。で分かったらそれ自分真似して営業かけるだけなんですよ。めちゃくちゃ簡単です。まあなんでこれが一つのアイデアなんですけど、さらにちょっといくつかアイデア出しておくと、例えば売れそうだなっていうアイデアとして、世の中に整骨院とかいっぱいあるじゃないですか。でそこの整骨院に特化したウェブ制作会社とかですね。で別に整骨院じゃなくて、まあ美容院とか、あとまあローカルのカフェとか、それでもいいんですけど、まあ、整骨院のサイトに特化した、まあ、その制作プランみたいな作るじゃないですか。で作って、で私たちは整骨院のサイトを作れますみたいな、作るだけじゃなくて、Google マップにも登録しますよみたいな。最近だったらその整骨院とか Google マップで調べる人多いじゃないですか。でそこもちゃんとやりますみたいな。でさらにお客さんを一回入ってきたら、そこをこうなんていうんですか、リピーターにするために、最近だったら多分お店結構 LINE アットとか使うと思うんですよね。なので LINE アットの設定もしますみたいな、こういったパッケージを作って、で例えば値段、まあ適当なんですけど12万円とかで売るとかですね。でまあ、12万結構安いから結構取りやすいと思うんですけど、サイト制作の部分をテンプレ化してしまって、それサクッて作れる感じにすれば、まあ、これでも結構収益上がると思います。それこそ多分6、70万とかっていうのは結構パーって取れると思うんですよね。まあっていうのが一つとか、あとはまあこれも思いつきなんですけど、インフルエンサー向けのウェブ制作業とかですね。で例えば僕YouTube とかを見ていていつも思うんですけど、例えば美容系のYouTuber とかって、私なんかこういうの使ってますとか結構紹介してるじゃないですか。
で、紹介してて、その紹介してる商品のリンクとかを動画の概要欄とかに貼ってなかったりするんですよね。で、これってそのアフィリエイトとか、そのインターネットのマーケティングとかやってる人からしたら一瞬でわかるんですけど、そこでリンク1個貼るだけで、本当に数万とか数十万って売り上げ立ったりするんですよ。だからそういった人向けに、ウェブサイトの制作、まあ、そのインフルエンサーの公式サイトを作りつつ、さらにそこからどうやって収益を生み出していくかみたいな、そこの設計までやりますみたいな、これパッケージで売る感じですね。これでも結構売れると思います。まあなのでその方法はいろいろあって、で、まあやるかやらないかというか、まあ、結構簡単にそのなんていうんですかね、お金稼ぎって実はそんな難しくないと思います。まあただここまで聞いてなんかなんとなく理解できたけど、まあただ自分はそういうビジネス経験ないから難しそうだなって多分感じちゃう人多いと思うんですよね。で、多分昔の僕もそういう風に感じたかもしれないんですけど、じゃあそういった方に一つだけアドバイスすると何かっていうと、まあ、ポイントは真似することっていうことですね。まあ、例えばなんですけど、僕の例だと、そのウェブ制作と SEO をこうセットで打ってた時に、まあ、最初やり方わかんなかったんで、SEO 会社の人にこう、聞きに行ったりみたいな、そういうことをしたりとか、あと、例えば、整骨院とかのそのパッケージで売りたいんだったら、まあ、まず売れてる整骨院を見に行くとか、で、見に行って、で、そこがもし、そのインターネットが結構集客してるようだったら、まあ、そこをなんか調査するとか。で、そこを真似したパッケージを作ればいいじゃないですか。で、こういった感じで世の中にそういった、まあ、事例というか、その、まあ、単純に売れてるお店とかを、その客観的に分析すれば、そこってすごい勉強になると思います。まあ、なのでこんな感じでやってみて、それで、まあ、ぶっちゃけ失敗したところでそんなデメリットないじゃないですか。で、デメリットなくて、それで営業で最初取れないかもしれないんですけど、取れなかったら最初1社目無料とかでやっちゃって、例えば整骨院向けでなんか始めるとするじゃないですか。で、最初整骨院1社目は、もうお金ほとんどいりませんみたいな、めっちゃ低価確認して、でもその集客うまくいったら成果報酬でお金くださいみたいな、こういうやり方をしたら多分めちゃくちゃ案件取れると思うんですよね。で、案件取れていって、それ実績溜まったら、そしたらその制作費用もどんどん値上げしていけばいいじゃないですか。で、こういった感じで、まあビジネスの種ってのはまあいくらでもありますね。だからそのウェブ制作単体で売っていくとちょっと難しいというか、まあこれでも稼げちゃ稼げるんですけど、まあただ結構その天井にぶつかりやすいので、まあ天井ぶつかってきたなみたいな、月20万30万いってきたなと思ったら、自分の付加価値っていうのはその1個と追加してみる。で、追加するとそれで月50万60万70万って結構超えると思うので、まあ、個人的にかなりおすすめです。なので最後話まとめると、付加価値をつけましょうっていうお話ですね。はい、というわけで、今回の動画これぐらいにしようと思います。で、僕のチャンネルではこういった感じでプログラミング学習に関する話とか、あと基本的には個人で稼ぐ方法に特化して解説をしています。で、もし参考になったらぜひLikeボタンとチャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、あと Twitter でも発信してまして、で、今これ実はタイのバンコクで撮影をしてるんですけど、まあなんかいわゆる僕ノマド生活的なことをやっていて、で、このあたりに関してはTwitter で発信しています。で、こんな感じの外の風景を見ながら今撮影をしていました。こんな感じでiPhone で撮影してます。で、こういった生活興味ある方はぜひ Twitter 見ていただけると嬉しいです。というわけで今回以上となります。さよなら。